赤い破線の下、ノルトマルクの南側の紫の斜線部が、オストマルクオストマルクは、10世紀から12世紀にかけて、神聖ローマ帝国にあった、辺境薄領である。オストマルクという語は、ラテン語のマーシャウリアンタリスから来ており、もともとは、ザクセン公領の東に設けられた、辺境薄領と、バイエルン公領の東側に設けられた後の、オーストリア辺境薄領の両方を指した。 ザクセンのオストマルクは965年のゲロの死後、その広大な領土ゲロ辺境白領が分割された際に成立した。ゲロは死死なく没死したため、その領土はエルベ川とオーデル川に挟まれたノルトマルクと現在のザクセン州にほぼアタルザーレ川とボーブル川に挟まれた南側の領域のオストマルクとに分割された。皇帝オットー一世は ゲロの老いのオド一世をオストマルク返境博に任命した。同時にオストマルクの南側半分の領域には、マイセン返境博領、メルゼブルク返京博領チャイツ返境博領が設けられた。マイセン返境博には、ゲロの老いでオド一世のニーティートマール一世が後に任ぜられた。オド一世の後を継いだニーティートマール一世のコゲロ二世は、1002年に、 偏境白領の東側部分を、ポーランドをボレスワフ一世に奪われたが、1031年には、ボレスワフのコミエシコ二世により、皇帝コンラート二世に返還された。1046年、ベッティン・キノデド一世がこの地を獲得し、さらに1089年には、息子のハイン・リヒ一世が、マイセン偏境白領を、皇帝ハイン・リヒ四世から与えられた。こうして、 両方の辺境白ともベッティン家の支配下に入り、これらは後のザクセン選定工領の中心となっていった。ランツベルカ辺境白領とラウジッツ辺境白領がオストマルクから分かれて成立し、1123年に残りの地はマイセン辺境白領に統合された。最後にオストマルクとラウジッツが別々に現れるのは、オストマルクについてはこの地が、 グロイチハクハインリヒに与えられた1128年であり、ラウジッツにおいては独立して存在していたことが確認できる1131年までである。グロイチハクハインリヒはオストマルクを保持し続けることができず、1136年までにはこの地はベッティン家のコンラート一世に戻された。ベッティン家の領土は分割を繰り返したが、そのほとんどは 同家のエルネスティン系が漁した。オスターラントという地域名が、現在もこの辺境白領の中心を成した地域を示す語として用いられている。オストマルクの境界は、たびたび変わったが、現在ではおよそザーレガーとムルデ川に挟まれた領域としてこの語が用いられている。辺境白は、皇帝の監督下において、国境及びその周辺地区の統治と防衛を委任される。 ありがとうございます。